皆さんこんにちは。日本マイクロソフトでソリューション営業をしているウーです。コパイロット4マイクロソフト 365TV ではコパイロット4マイクロソフト365をどのようなシナリオで使ったらいいかわからない、生成 AI は便利そうだからぜひ使ってみたいという皆様に活用のヒントとなる情報をお届けします。今回はコパイロットインエクセルについてご紹介いたします。今回は売上のデータというところをもとに、自然言語でどのようにエクセルの中をこう触れるのか、関数だったり、表をいじれるのかっていうところを実際にやっていきたいというふうに思います。今回エクセルのコパイロットをお見せするんですが、実際に関数を書くっていう瞬間は一回もありません。全部右側のコパイロットの窓で自然言語でこういうことをしたいっていうのを指令を出していく様子を皆さんに見ていただきたいなというふうに思っています。こちらは売上のデータです。ここは皆さんの会社の中で、該当するような表だったり、データだったりっていうのをまず用意してみてください。最初この表自体をまずは加工していきたいと思います。これよく列を見てみると、利益だったり売上高だったり、あと国だったりっていうような項目で分かれているので、まずは売上と利益の率、利益率っていうのを出したいというところで右側にプロンプトを打ってみます。そうすると利益率を出すためにはどういう式で出しますっていうのをコパイロット君が答えてくれるんですね。でさらにその実際のデータも列として追加をしてくれるので、データを確認して良さそうであれば、ボタンをクリックすると新しい列が利益率として今追加されました。めちゃくちゃ簡単ですよね。この調子でどんどん表を効果的にしていきたいと思います。続いて利益率せっかく出したので、じゃあ利益率が 20% 以下、ちょっとうまくいってなさそうなところをハイライトしたいと思います。今プロンプトを打つと、先ほどまで全部黒字だったところが一部赤文字、さらに太字になったのが見てわかりますか？これで、パッと見でですね、利益率が低いところっていうのが見てわかれます。で、利益率が低いところだけでなく、まあ、全体として、国でいいところもあれば悪いところもっていうところで、全体としてどういうパッと見でこう内容わかりたいなっていう時もありますよね。そういう時は、赤字にするだけではなく、このようなカラースケールっていうところを使ってあげると、うまくいってるところがハイライトされて、でいってないところは赤字になってっていう形で色ごとに分けてくれます。これもいちいちこの値はこうとか指定しなくていいので、すごく楽ですよね。さらに利益率に関して細かく見ていきます。利益率が低いっていうところと売上高も低いっていうところに関しては採算が良くないということで、条件を指定して不採算なところも炙り出したいというふうに思います。今不採算のところを、出してくれるようにプロンプトで聞いてみました。そうすると実際は if 文だとかそういう関数は使わなくても、右側に列を追加してくれましたね。ではここまでで表の中身を加工するところが終わりました。続いてグラフを追加してみたいと思います。これ国別でいろんな国が入っているデータなので、ちょっと国別で利益率の推移というか傾向というところも見てみたいです。今右側で小さい表を出してくれましたが、これ良さそうなので採用です。そうすると隣のシートに利益率国別にしたものが今挿入されたのがお分かりいただけますか？そうすると、まあ、文字で見るよりもさらに視覚的に分かりやすいですよね。またこのインサイトを聞いてみようっていうところだと、自分でこういうデータが欲しいっていうところがなくても、このデータそのままこうコパイロット君に聞いてみることができます。今インサイトっていうところを聞いてみると、国別の割引額っていうところを出してくれました。どの国が割引が少なく売れていて、逆に割引をたくさん使っているところってどこなんだろうっていうような分析が新たにコパイロットに聞いたことで、このシートに加わりました。これも新しいシートにそのグラフを追加してあげて、このように国別の割引額というところも出すことができました。このように自分が聞きたいこと、あとは聞きたいことわからないけどどういう分析するといいのかなっていうのもコパイロットに皆さんもぜひ聞いてみてください。
最後に相関分析っていうところを今出しています。このような形で売上高とあとは利益っていうところですね、売上個数と利益というところですね、ここを相関分析したものも見てみます。そうすると売上個数が多いところが利益も高いっていうのがすごく直感的に分かりやすく今図として出てきました。このような形で関数が苦手だなとか、まあ、私みたいなあの人でもあのいちいちこう検索して関数を入力せずに、やっぱりこれまで何かExcel で関数打ち込みたいときってこういうことをしたいんだよなっていうのをまず自分の中でできるだけこう言語化して、でちょっとウェブで検索してみて対応する関数を調べて、でエラーと戦いながらちょっとなんとかかんとかこう加工していくっていうような、私は結構そういうやり方をしてたんですけど、今回のシナリオで見ていただけた通り自然言語のままでですね、かなりいろいろなことができるようになってますので、ぜひ皆さんの中の企業で持っているデータだとかっていうところでも同じようなプロンプトを試してみていただけたらと思います。ではここは他のシリーズと同じように最後におすすめのプロンプトとポイントというところをご紹介して終わりたいと思います。コパイロットインエクセルのポイントとしては、エクセルの関数や操作っていうところに詳しくなくても自然言語で表テーブルの加工や分析ができるというところになります。計算列の追加だけでなく書式の変更であったりだとか相関分析だったりインサイトが聞けたり、まあ、いろいろできますのでぜひ試してみてください。で今日使ったプロンプトっていうのがおすすめのところにそのままいろいろ載ってますので、この丸だったり四角っていうところを自分の会社のデータに合わせた項目に書き換えて、試してみていただけたらなと思います。それでは今回のコパイロット4マイクロソフト365 TV の Excel 編は以上となります。次のシリーズでお会いしましょう。